はい宴はい宴にインしました。はい宴、はい宴、はい宴、えです、なぎです、はい宴、はい宴です、はい、聞いてよ、そうなの、はい、おめでとう、イエーイイエーイ、おめでとう、そうじゃん、おめでとう、お仕事やめました、受けるんだけど、なぎちゃんガチニートおめでとう、おめでとう、イエーイ、どうすんの、ニートになる、やめな、え、なんでそんな金持ちの娘じゃないよ。いいなぁ、ニート、ういい、えいだ、痛すぎ、ウィッグのノリじゃないじゃん。3回殴ったでしょ、えい、3回に斧1回だから。そうなんだ、今1、今1ね、そうだよ、2回までならいける、ピー、2回だと、うん、ピッケルだな、あ、低くるんだ。でも誰がどこ担当なの、こう豚、あのね、ここはとりあえずニワトリかなみたいな。急にテンション低くなるの、何。ボリューム、ボリューム。あー、ごめんなさい。急になんかここカットやろみたいな省エネ出してくんのやめてよ。違う、そんなんないで、ないよ、ないよ、こちらも、あのね、うちちょっとついにだよ、うん、ハマりました、え、パチンコ、アイドル、誰誰、ババアじゃん、誰、やめて、誰よ、メンズ地下アイドルってやつにちょっとハマってみた、出た、夢食いネオンってね、夢食いネオン、そうそうそう、グループなんだけど、絶対ね、あの、見たらね、わかる、うちの推し、え、ちょ、マジ、当てていいか、当てて、そう、もう、わかりやすいから、ナメ、あー、正解。合ってんの、合ってるよ、合ってるよ、なんでだよ、合ってんだ、わかりやすいだろ、圧倒的ビジュアルですね、サクか迷ったよ、うちね、サクはちょっと違う、まあ確かにかっこいいと思う、男前じゃない、なんか、うん、エンちゃんはサクかと思った、え、ないね、え、ないね、一番かっこいいなって思った人は、また、マサムネ、どれ、これかっこよくないだろう、発表しろよ、うん、あんたが言わせてくんねえんだろ、ユラ、ああ、そうなんだ、誰でもいいわ、え、なに、ライブとか行ってんの、行ってないよ、だからここ3日ぐらいの話、ねえ、こいつなんなの、人がハマるのにそんな日数関係ないでしょ。この3日間毎日聞いてるわ。なんと、いや、すごい、なんかさ、うん、声に特徴がある方がいて、うん、それでちょっと気になって、うん、調べて他のなんかいろんな曲とか聴いてたら、はいはい、困ったよねみたいな、やっぱ思ったことがあるんですよ私、うん、やっぱ特徴、はいはい、ちょっと集合、ちょっと来なさいもん、集合、特徴ね、サポートしてないのあんた、ちょっと特徴か、あんたまた殴るよ、のでもう結構殴る、どう、個性作ろう。だるい。なんかだるいな。なぎちゃんといえばバカじゃない？ちょっと待って。ん？なんかさ、表現のしようがないじゃん。なんで？どうやってさ、アピールしていくの、そんなバカで。だいぶアピールしてるよ。違う違う、この動画でアピールしても仕方がないのよ、白歌をさ見てる人にアピールしても仕方がないの、白歌といえばもう、うん、漫才でしょ、まあ、ちょっと待って、うちちょっと白歌を始めてこう1年ちょい初めて
シナフの宴がお笑いコンビということに気づきましたけど。知らなかったの？って、うちお笑い芸人になりたくないよ。申し訳ないけど、今日脱退させていただいていいか。あんたお笑い芸人よ。え、ちょっと待って、やだやだ、うちお笑い芸人になりたいわけじゃないよ。アイドルになりたくいい？ちょっと待って。はい、そうなの？違う違う、めっちゃ初めて聞いた。自然漫才よ、こんなもん。あー、なるほど。なぎちゃんがボケて、でもこれってボケてないのよ。ね、わかる、うん、ボケてなくて、普通に生活してんの。うん、普通に生きてたら。ちょっと待って、ちょっと待って、うち。その言い方だとさ、うち野生動物みたいな。ちょっと勘弁してもらっていいのが観察されてんじゃん、なんか。ちょっと待って。動画を見て面白いんだけど、うん、ちょっとチヤホヤみたいなさ、うん、にゃーん、えんちゃん、なぎちゃーんみたいな。ごめん、全然分からへん。個性的な部分をさ、出していきたいわけよ。なんか個性がありそうじゃん、うん、うちらって。ない、ないと死んじゃう。ないなら死にたいわ。死にたい、やめて。個性ない人間なんて死にたいだろ。やめなよ。個性が欲しいとかどうの言ってますけどさ、はい、見てる人たちが、うん、個性を決めるものだと思っていて。何それ、新しいじゃん。私が、私可愛い個性でやってんだよねって言ってても、なぎちゃんから見る私が面白い子だなって思ったら、もう面白いんよ。それが個性なんよ。だから自分が思ってる個性と多分周りが見る個性って違うから、うん、周りが決めるものだと思う、見てる人が。周りがいいように決めてくれんじゃないですか。うちらの個性を引き出してくれんじゃないですか。え、じゃあうちらは結局今まで通りでいいってこと？そうだよ。え、ちょ、え、あ、これえんちゃん？どれ？こんな今マッチ棒みたいな草むしって。そうだよ。ちょっとこれかわいそうだから、なんでこれ残してんのよこれ。あっちがもし、うん、知らずに来たらどうしますっていう。一旦ここ二人で話し合うよね、多分。一旦晒すよね。あ、晒すんだ。じゃあ、なんか私がさ、ね、なぎちゃんって、私ツイッターのさ、うん、DM でさ、うん、なんかお前キモい死ねって来たんだけどって言ったらさ、笑うでしょあんた。言いません。いや、うちはってかわいそう、大丈夫、元気出してって言います。私、なぎちゃんにそれ言われたら爆笑しちゃうな。あ、なんでだよ。キモい死ねっていう。なぎちゃんも笑いながら報告してきそうだし、超笑、見て笑って言ってスクショ撮ってきそうだ。超見て笑、やめて。いや、うち多分あれです、画像だけ送る。もう多分。いや、でも私ガチ笑うから、それ本当に。私がなぎちゃんに発表するまでの段階で、私がすごい笑いながら発表しそう。行きますとか言って。今日の一通、今日のお便り。うぜえ、お便り紹介すんな。今日のお便りはこちらです。それ面白いな。あ、いいな。ちょっとあんちでじゃあ増えたんですよ。毎日さ、一通ずつちょっと発表しよう。お便り。いいよいいよ。お便り発表しよう。今日のお便りコーナーとか言って。うちらもキモいと思われてるかもしれない。キモいよ、うちらも。キモいんだ、うちら。うちらキモいです。あ、じゃあキモいです。キモいの化身です。やだ。それあんただけだし。え、ちょっと失礼すぎ、それ。いや、守り直しちゃんと巻き込まないで、お願いだから。ちょっと今の良くないよ、うち傷ついてるよ。うち先に言い出したあんただろ。それに傷ついたら逆に傷つくよ。はい。それうちは違うよって言い出したら、じゃあそれ私に言ってたのってなるから。